埼玉県立川越女子高等学校は、埼玉県川越市六軒町にある県立女子高等学校。通称は、川女。2006年からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。1906年に川越町立川越高等女学校として開校した高等学校。文武両道を目指しており、学校行事には生徒の自主性により育まれたものが多く、特色ある校風で知られる。川越市駅から徒歩で数分であり、川越旧市街の蔵造りからやや外れの位置に所在している。親、祖父母の代からで知られることも多く、川越市街の近隣からの志望者、進学者も多くいる。正門前の桜並木が春には美しく象徴的であり、桜が満開となって広がり、川女を彩る風景となるが、川女のものではない。しかし桜並木の清掃は、生徒が行っている。2学期制、65分授業、各週での土曜授業などをとっている。文化祭は、紫音祭といい、来校者は1万人という高校にしては、異例の盛り上がりを見せる。県西地区では、埼玉県立川越高等学校の、楠木祭りと並び称される。紫音祭は、毎年、有志により生徒主導で行われている。2006年から、スーパーサイエンスハイスクールに指定されている。埼玉県教育委員会、進学指導重点推進校の指定校である。入学時に1年生は、音楽、美術、書道の3つの芸術科目の中から1つを選択する。これを参考に、クラス編成をするので、音楽選択のものだけで編成されるクラスや、3つの科目とも選択しているものがいる混成クラスがある。入学式では、新入生の入場時に2、3年生が、ハレルヤコーラスを合唱して迎え、卒業式には、生徒全員で歌い3年生は、巣立っていく。入学式翌日から数日間、先輩から、ハッチという踊りを指導、伝授される。ハッチは、新入生歓迎会や、後夜祭で踊られている。文化祭や、体育祭などで活躍した人物を称える歌がある。代々受け継がれている。歌は一歌である。単が一拍、多が一、二拍で、手拍子。活躍した人物がスピーチをした直後などに、ちょっと待ったー、と関係者が言ってから始まる。2008年11月26日講堂で行われた講演会で、国連人口基金親善大使の有森裕子に、生徒の有志よりこの歌が贈られた。県内で唯一カラーガード部が存在する。これは、かつてドラムコーズ部があり、紫音祭や体育祭でのデモンストレーションは見事であった。そのレベルの高さや自ら制作する衣装に憧れ入学してくる生徒も多くいたが、早朝から夜遅くまで熱心に練習した結果近隣住民から苦情があり、ついに廃部に追い込まれた。ドラムコーズ部は現在カラーガード部という形で再結成され活躍を続けている。運動系文化系その他。ありがとうございます。